いやー、短い期間的には3ヶ月だったんですけど、濃かったなーっていう思いで、本当に初めてのこんなにバラエティがっつりやらせてもらえたのも初めてだし、で石本さんと酒井さんそれぞれのとの絡みも初めてだし、まあ、何もかも新しい経験の中で、単純に本当にすごい濃くて楽しい期間だったなって思います。もう正直めっちゃ感謝してて、あのここでもしお二人が私がやりやすいように、なんかこう話しやすいようにオチを作りやすいようにうまいこと誘導してくれたりとかしてたら、ここまで、まあ、実際成長できたかどうかちょっとわからないんですけど、ここまで頑張れなかったなっていうのは本当にあって、2人ともが結構こういじめて追い込んでくれたから、私もこの番組での中でどうにか爪痕を残そうって頑張ることができたなって思います。感謝してます。そうですね、普段はライブ配信をメインにやっていたので、まあ、撮影もないし編集もないしカットもないしっていう状態の中で、やっぱりその時に自分が心がけてきたこととか、なんか積み上げてきたものとはまた別のスキルが必要だなって思う時もすごく多くて、でやっぱりもう一言一言の重みが違うなっていうのをすごく感じたので、このテレビとこのライブ配信との違いを感じつつ、やっぱり今後両方に対応していけるような地域創生ライブコマーサー兼テレビでも活躍できるタレントになりたいなと改めて思いました。続編があったら頑張ります。高岡な多分次もぜひもしできたら呼んでいただきたいし、また酒井さんと石本さんと一緒にやりたいし、でそこでさらにいじめてもらいたいなと思っていますありがとうございます。